よう、信長様。上洛を果たして以降、順調に半島を広げているようだな。ああ、皆も精力的に動いている。お前の熱意に当てられたのかもしれんな。そんな、俺は何もしてねえよ。全部信長様の力だろ。ほう、謙遜か。ちげえって。もちろん俺はやれるだけやってるし、戦だって負ける気はしねえ。けど皆の上に立って指図してるのはあんただ。あんたの下だからこそ皆も気合が入るんだろうぜ。天下は広いが、俺は一人しかおらん。俺の指図のみで戦うことに甘んじてもらっては困る。長政、己の頭で考え、己の足で俺についてこい。天下一新を目指し、共に乱世をかけたいのならばな。うん、うまかった。まさか一がこんなにうまい茶を立てられるなんてな。本当、長政様のお口にあってよかった。やり方を覚えるまで大変だったんだから。兄様がなかなか茶室に入れてくれなくて、だから私見よう見まねで何とか覚えたんだよ。そうか。だが苦労した甲斐があったな。俺はすごく気に入ったよ。上方では茶が流行ってるんだろ。正直俺にはよくわかんねえなと思ってたけど、こうして一と飲む茶は特別うまく感じるぜ。なんというか気も安らぐしな。茶の湯はね、疲れた心を癒すためのものなんだって。いつも戦場を駆け回ってると疲れちゃうでしょ。だからたまにはこういう静かな時を過ごすのも私は大事だと思うよ。ね、長政様。お前か、光秀が連れてきた雨子家の旧臣ってのは。俺は浅井長政だ。よろしくな。俺は山中鹿之助だ。主家の再興を成し遂げるために朝倉家で修行をさせてもらってる。こちらこそよろしく。朝倉家は俺の祖父の代からの盟友なんだ。吉影様もお優しいし、きっと力になってくれるぜ。それに朝倉には宗敵殿が作った軍勢がある。学んでおけば雨子最高の役にも立つかもな。へえ、いいことを聞いたな。せっかくの機会だし学んでみるよ。ああ、何に一つもねえとは思うが、もし行き場がなくなったらいつでも近江を頼ってくれよな。かっこいいな長政。そんな風に言ってもらえるなんて、俺感動したよ。そう真正面から褒められるとむずがよいな。ったく素直なやつだぜ。